Okay.
君と僕握りしめた二つの手の中で生まれた光、今あなたは黒色と夕焼けに染められた街は悲しい光と影映し、マークスタンプです。今日は一日よろしくお願いします。私たちは大阪教育大学の、軽音楽部というところで、何年前だろう、何年前かに一緒にバンドを組んでたんですけど、本当はもう一人いたんですけど、その時にラッドウィンプスをやってて、で、まあ、今回もう一人は来なかったので急遽アンリミッツをさせていただいたんですけど、アンリミッツ知ってる方いらっしゃいますか？チラホラもいないぐらいですね。チラホラもいないぐらいなんですけど、次の曲は結構春をテーマにしてて、まあこれからもう明日もバレンタインですし、多分ね、いろいろ挑戦する方もう心をドキドキしながら頑張って待ってると思うんですけど、まあね、春になるとすごく環境も変わりますし、すごく私自身も4月から結構新しい環境のところに身を置くというところで結構心配なことはあるんですけど、
こうやって今回のライブでたくさんの、仲間、軽音楽部の先輩後輩同期だったりだとか、あとは同僚だったりとか古くからの友人だったりとかがすごく来てくれて、すごいその新しい環境に身を置くというすごく怖くて、まあ、挑戦することなんですけど、そんなちょっと不安な時期にこうやってみんなにが来てくれてすごく支えられた気持ちになったというか、すごくこういうライブをしていただいて、まあ要はありがとうございますということを伝えたいんですけど、そんな、ありがとうございますを、人の曲を借りて人の曲を借りて次やらせていただきたいと思います。これはアンリミッツが震災の時に書いた曲です。ハロー。遠く遠くまで繋がっていく空、寂しさ色に
今回この機会をくれたのもうちのバンドメンバーの、この機会に呼んでくれたのも堀さんのおかげなので、ちょっと堀さんから一言いただきたいと思います。つながってるっていうね。ちょっとあのこの場からで申し訳ないんですけども、まあ今日本当になんかすごい楽しいライブさせていただいています。ほんまにありがとうございます。で、去年まだ出会ってなかった人たちとライブをして、で呼んでいただいたのもまだ去年までは親しくしていなかった方 で今日見に来てくださってる方もまだ去年出会ってなかった方、まあ出会ってた方もいますがいますけど、はい。で、なんかこう、まあ、こんな、ね、楽しいライブができて、で今まで出会ってなかった 人が見に来てくれて、なんかライブってすげえいいなって思います。はい、っていうちょっといいことを言ってしまったけど、次から盛り上がるんでちょっと稲見さんに返します。返されました。堀ちゃんからの挨拶があったところで盛り上がる曲と言っていたんですけど、いきなりここから多分激しい曲が2曲続いて一気に終わるっていう感じなんです。なので、まあ、もし心臓が悪い方は後ろの方に行ってもらって、あの心臓のいい方は前の方に前の方に来てもらって、あの本当はねライブとかではこれももっし起きるあの曲なんですけど、2曲とも、まあ、全然そこまでは強要しないんで、まあ、そこまでは強要しないんで各々すごくこのライブに来てよかったなって思えるぐらい楽しんでもらえたら、私たちのライブで楽しんでもらえたらすごく嬉しいなと思います。今日は一日、楽しいので、どんどん飲んで騒いで、まあ、見知らぬ人いっぱいだとは思いますけど、ここで交流を深めるもよしだと思うので、楽しんでいてください。では2曲続けて暴れて帰りますので、どうぞよろしくお願いします。過去にそっと鍵をかけた永遠になれるかな、記憶を巻き戻したら
Thank you.